ご紹介ありがとうございます。東北大の加藤です。この度はですね、このシンポジウムで発表する機会をいただきまして、オーガナイザーの方、関係者の方々、感謝申し上げたいと思います。私の発表はですね、土壌のかく乱によるマイクロバイオームの変動というもので、土壌の微生物なんですけれども、今回のノーベル賞の受賞も土壌の微生物ということでして、大変タイムリーな話ができるんじゃないかなと思っております。ですね、地球上には農地であったり森林であったり海洋あるいは人動物など動物の腸内とかですね実にさまざまな生態系があります。で微生物はですねその全ての生態系においてコミュニティを形成しながら生息しています。でですねそれぞれの生態系において食料生産であったり木質分解であったり光合成であったり腸内での代謝であったり微生物はそれぞれの生態系の機能の要を担っていると思います。その中でも私が注目しているのはこの土壌というものです。なぜ土壌かということなんですがこのグラフなんですけれどもさまざまな生態系における微生物の多様性を示したもので右に行くほどですね多様性が高いというものになっています。実はですね土壌というのは地球上で最も多様性が微生物のですけども微生物の多様性が高い環境です。土壌たった1グラム小さじよりも少ないですけれどもたった1グラムでも、そこには1億から10億ぐらいの細菌が住んでいます。なんですけれどもそのうちですね私たち微生物学者が実験室で扱える細菌というのは実は 1% にも満たないと言われていましてその他ほとんどはですね実験では培養が困難であると考えられています。つまり存在だけ分かっているいわばマイクロバイアルダークマターみたいなものがたくさんいるという状況になっています。つまり土壌というのは私たちにとって最も身近に存在しながらもそれが最後の秘境なんじゃないかなと私は考えています。でですね、このような最後の秘境のコミュニティというのがどうやってこの莫大な多様性を抱えているのかそれがまた変わりながら戻ったりっていうのをどうやって行っているのかあるいはそれが起こりながらどうやって機能を発揮しているのかっていうのを調べていくっていうのはこの21世紀の大きなチャレンジなんじゃないかなと考えています。そのチャレンジに対して今有効だと考えられている方法というのが土壌のメタゲノム解析というのになります。メタゲノム解析というのは現在世界的規模で実施されておりましてさまざまな生態系のメタゲノムがカタログ化されつつあります。しかし我々が注目しているのはメタゲノムというのは変動するというポイントです。例えばですがこのように外界から閉鎖した土壌というのに特定の変動を与える環境変動を与えますとそのメタゲノムというのは最初の状態から変化をしましてそれが時間とともにまた戻っていくというようなことが起きるんですけれどもこれを見ていきたいと。それを通してですね環境変動に対して細菌コミュニティはどのように菌層を形成維持し機能を発揮しているのかというのを追跡していきたいと考えています。具体的にはですね環境刺激の一つとして汚染物質を一時的に転化するような実験を行っています。そしてですねその汚染物質が浄化されていく中で、メタゲノム各タイムポイントで調べていくことでその変動パターンというのを調べていきます。で実際どんなメタゲノム解析をやるかということなんですけれども、微生物のメタゲノム解析に関しましては主に2つありまして、メタゲノム DNA つまり土壌から抽出した DNA ですけれどもこれをそのまま大量に読んでいくそして、相同性解析とかをデータベースに対してやっていくというようなメタゲノム解析というものと特定の遺伝子だけを大量に読んでいくというようなものがあります。だいたい微生物の細菌の系統分類によく使う 16S リボソーマル RNA 遺伝子を PCR で増幅して大量に読んでいくっていうようなものがあるんですけども、これはメタゲノム解析に対してメタ 16S などと呼ばれています。大体この2つを通してこう中身を調べていこうということになります。ただしですね、この特になんですけれども、メタゲノムをデータベースに対して機能予測していこうというのは非常にインシリコの専門的な知識であったり膨大な計算量というのが必要になります。私のようにこう土をいじくり回している人間にとってはなかなかこういうところはハードルが高いというのがあります。それでもですね、東工大の黒川先生、森さんをはじめとするさまざまな方とバイオインフォマティックなサポートを受けまして、この解析に関しましては、なんとか論文にまで持っていくことができたんですけれども、やはりものすごく時間がかかる、数年単位で時間がかかりました。なのでですね、このボトルネックになってしまう、個々の研究者にとってこの部分をなんとか解決して、実験結果の解釈になるべく時間を使いたいと考えているわけです。そこで今回はですね、メタゲノムの東工大の森さんが開発に携わってますメタゲノムの自動解析パイプラインの MiGAP を使ってみようと考えました。それで、メタ 16S メタゲノム解析データから、簡単に筋層組成であったり遺伝子の機能組成を調べたいと、抽出したいと。で、それに関しましてはこの結果がすでにあるんで、これを使ってみて実際どういうふうに MiGAP が使えてくるのかなっていうのを検討しました。またですね、この解析の特徴の一つでもある既存の他の環境のメタ 16S メタゲノム解析サンプルと比較して何が見えていくのかっていうのをやってみました。ですね、MiGAP というのを簡単に説明するんですけれども、ユーザーはですね、メタ 16S なりメタゲノムでデータをシークエンスを使って読みます。そのファスタ Q 形式のファイルを MiGAP にアップロードするだけということになっています。非常に簡単です。そうするとですね、もう 2、3 日ぐらいでMiGAP から筋層の系統組成であったり遺伝子のホモログ組成、機能組成の結果が得られると、自分の投げた生態系のサンプルに関してこう結果が得られるわけです。でさらにここで終わらなくてですね、それがこのマイクローブ DB の中にある他の環境とどう似ているのか違うのかっていうことをさらに自動的にこう見てくれるというのが今回の解析になります。マイクローブ DB というのはですね、メタゲノムデータをはじめとした国内外の微生物のオミックスデータが統合されているんですけれども、遺伝子系統組成とかですね、環境というのを軸に統合したデータベースです。ポスターがあるということなんで詳しくはそちらに足を運んでいただけると幸いです。でこういうのを使って他の環境とどう似ているのかっていうのを調べてみようというものになります。これが先ほどの結果になる研究になるんですけれども、土壌にこう染物質を入れてこう分解されていく過程の各タイムポイントでメタゲノムシークエンスやメタ 16S 解析というのを行って、それを MiGAP に投げたところ、このような結果になります。これ一つのバーがですね、ある細菌コミュニティの組成を表しているんですけれども、元の土壌というのはこうやって複雑な組成になっていると。それがコントロール時系列に見ていきますと、あんまり大きく変わらないんですけれども、それが汚染にされると非常にこう大きく変わっていくというのが見えます。またもうちょい詳しく見ていきますと、バルコホルデリアとかマイコバクテリウムというような分解菌が実際にこう増えたり減ったりしているっていうのが見えてきました。このようにですね、MiGAP を使うことによって、以前すごく膨大な時間をかけてやってきた解析っていうのと、同じ結果をですね非常に簡単に手に入れることができました。でなんですけども、これ自体はですね、自分のサンプルの中だけで解析しているということになります。じゃあここに他の環境っていうのの菌層を比べてみると一体どういうことになってくるのかっていうのを次ちょっと見てみたいと思います。MicrobeDB ではですね、その他の環境の解析に加えるっていうのが非常に簡単にできてまして、これかなり誰でもできるんじゃないかと思うんですけれども、例えば、土壌の菌層を他に加えてみたいなっていった時はですね、ここのプルダウンメニューから、オントロジーを利用してこう、ソイルというものを選びますと、そこに登録されている各菌、いろんなところの土壌の菌層データというのがバーッと出てきますんで、この内容を見て、この土壌を加えたいなと思ったらこのボタンを押すとそれがここに反映されまして、それでいろんなものを加えていって、なんか水サンプル加えたいなって言ったらそれをまた選ぶみたいな感じでやれるということになっています。で、ここのコンペアっていうのを押しますともう結果が出てくるということになります。これはですね、MicrobeDB 内の他の環境サンプルと解析したクラスタリング解析の結果になっています。既存のデータベース、大体どういうところに入っているかと言いますと、土壌、森林だったり草原だったりっていうのがここら辺にまとまっています。で、水関連の微生物のコミュニティの菌層というのはここら辺にまとまっていますし、この紫とかはバイオリアクターとかバイオプラントといった類のもので、何らかのこう人間の特殊なこう工程を行ってもらうためのバイオプラントとかがこの紫で示されています。そして、人とか牛の腸内菌層というのがここにまとまっています。で、自分のサンプルはどうだったのかといいますと、このコントロール土壌、あと元の土壌もそうなんですけれども、大体この土壌の中でいろいろ動いていると。ちょっと戻りますけれども、こうちょっと動くんですね、コントロールでも。そういった動き方っていうのは、あくまでもいわゆる土壌の中での範囲であると。それに対して汚染されると、先ほど菌が大きく動くと言いましたけれども、どれぐらい動くかと言いますと、例えば汚染1周目、非常に大きく菌層が変化して分解菌が出てきた時ですけれども、そういった時はですね、この紫とか赤といったような特殊化した菌層に近いところまで行くと。でそれがですね、3週間とか6週間とか時間をかけて少しずつこう戻ってきまして、12週目24週目、12週目ぐらいで汚染物質はなくなるんですけれども、そこからだいたい元の土壌に近づくというような結果が得られました。これに関してでして自分のサンプルだけを比較しているとなかなかわからないんですね。変わったということはわかるんですけれども、それがどの程度のこう変動の幅だったのかっていうのが分からないですね。それをですね、すでにもう菌層データベースがこう統合されているMicrobeDBと比較できる、同じ解析パイプラインに載せることができるんで、こういったことが可能になるということになります。このようにですね、MiGAP とMicrobeの比較を使って菌層を解析できるということは分かりましたんで、じゃあちょっとこれを使ってですね、また次の研究にトライしてみようということでですね、こういったことを今私はやっています。環境メタゲノム、いろんな土壌であったり森林であったりでありますけれども、そもそも環境サンプルっていうのはですね、環境サンプルなんで、時空間的に本質的には一つしかないサンプルなんですね。そうすると、再現性であったり普遍性っていうのは議論しにくいです。そしてですね、なんでこうやってる実験者としては、いつも同じ微生物群衆を扱いたいと考えるわけです。で、そういった微生物コミュニティという条件は揃えた上で、そのメタゲノムに与える生物的要因であったり、物理学的要因というのをこう区別したいっていうこう欲求を持っています。なんでそこから考えますと、微生物の土壌微生物の移植実験というのをやらなくてはいけないなということになります。これは何を言っていますかと言いますと、いわゆる無菌マウスの腸内にいろんな病気の腸内菌層だったりそういうのを移してどうなるかとか、肥満になるかならないかとかそういうのありますけれども、その土壌のバージョン、土壌のノートバイオロジーっていうのを今後検討していかなくてはいけないなと考えています。実際どんなことをやったかと言いますと、土壌から微生物コミュニティを抽出しまして、そこで滅菌処理した無菌土壌にそれを戻し移植のようなことをやると。で、1年なり2年なりこうずっと安定した環境下でこう起き続けるわけですね。で、その変化っていうのを、次世代シーケンサーとかで、ここではメタ 16S 解析ですけれどもモニタリングし続けると。またこの独立したガラスポッドを用いまして一緒のことを独立してやると。そういったことでですね、この比較っていうのを並列的に見ることもできます。こういう実験を通してですね、主に見たい点は2つありまして、移植した菌層っていうのは元の菌層っていうのを再現できるのか、そしてこの横に見ることでコミュニティの種と環境条件っていうのが一緒ならば定着過程とか安定系っていうのは同じなのかとか、こういったものを調べていってノートバイオロジーの基盤を揃えていきたいなと考えています。で、実際にその解析をこの MiGAP とMicrobeDB の比較で行いました。これは先ほどの、ずっと同じなんですけども、そこに今回は自分のデータとして移植コミュニティの結果が入っています。で、実際どんなものかと言いますと、ここではですね、ある一つの瓶に注目してこれを時系列的にずっと見ていくっていうような結果ですけれども、例えば元の土壌とか抽出したコミュニティっていうのはこういわゆる土壌に近いところに入っていると。それが移植直後っていうのは定着していく直後なんですけれども、やはりこういったかなり特殊化した菌層の方に近づいていくということが分かりました。4日目だったり1週間目で、それがですねだんだん2週間だったり4週間だったりって少しずつ近づいていって、半年から1年かけてようやく大まかに見て、元の土壌の菌層を再現できるということが分かりました。で、また先ほど独立したサンプルをいくつかやったと言いましたけれども、6個用意してるんですけれども、その6個っていうのを比較してみますと、この移植直後の激しい変動のタイミングでもですね、この6個っていうのは非常によく似ているんですね。で、また1年後の安定した菌層っていうのも6個の間で非常によく似ているということで、土壌のような複雑な菌層、土壌の複雑な環境であってもですね、バイオ条件さえ安定していればその過程であったり安定系っていうのは非常にランダムな要素は少ないんだなということが分かってきました。以上のように土壌のノトバイオロジーっていうのは十分可能なんじゃないかなということが今回分かりました。そういうのを用いまして、例えば土壌というのがなぜ移植直後菌層が不安定な時はこういったものに近づいていくのかとか、あるいは安定するとなぜこういった複雑になっていくのかっていうようなものに対して何が他の環境と似ているのか、何が違うのかっていうことをメタデータが非常に豊富に登録されていますので、そこをいろいろ比較していくことができるということになります。そういった方向に研究を展開していって、私自身も土壌のデータベースの方の構築に貢献したいなと考えています。こういった研究っていうのはモデル実験の方にもかなり影響があるのかなと、最もシンプルな形で何が言えてくるのかなっていうのが今後重要じゃないかなと考えています。まとめですけれども、MiGAP を使うことによって簡単に結果を得ることができました。で、またその統合 DB と同じ解析ラインに乗るんで他の環境と比較ができると。で、それによっていろんなことが見えてきたんで、そのメタデータとかの比較によって今後そのメタゲノムの変動に影響を与えるそのファクターは何なんだっていうところに攻めていきたいと考えています。最後になりますが、このような研究体制で研究を行っております。以上になります。